どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月27日の日曜日ですかね。はい、朝の7時39分でございます。はい、ちょっとね寝坊しました。はい、寝坊したのは別にコロナのワクチンのせいでは実はなくてですね、はい、普通にただ寝坊しただけです。はい、今日は、昨日の夜ね言ったんですけど、コロナワクチンの副反応があったのかどうかっていうお話を、はい、しようかなと思います。はい、ですね、多分すぐ終わると思ううん、すぐ終わると思うんですけど、ですね、結論から言うと副反応、ある今もね、その副反応というか、なんていうのかな、筋肉痛みたいな左腕の痛み、昨日の夜からね、はい、ずっと続いてはいるんですけど、夜中ね、そのもだい苦しむようなあの悪寒というか、ね、熱が上がってこうガクガクブルブルみたいなのがあったのかっていうと、ありませんでした。はい、全くありませんでした。もう普通に爆睡っていう感じで、気づいたら普通に朝になってましたね。全くそういうのはありませんでした今回。良かったっちゃ良かったけど、なんかちょっと拍子抜けといえば拍子抜けな気もするんだけどね。こういうラジオっていうかポッドキャストとかやってると、むしろ会った方がネタになるので、会ってくれた方が良かったかなとか思ったりはするんだけど、でも普通にね爆睡できたんで、爆睡といってもね、でもね結構やっぱり時間が経って左腕のその肩あたりのなんていうの、痛み、筋肉痛みたいな痛みっていうのが結構ひどくなってはきてます。はい、だから全くその副反応って言っていいのか分かんないけどね、これね。だから左腕の痛みはだいぶきてます。はい、昨日の夜よりもちょっとひどくなってるのかなって思いますね。もうね、腕っていうか左腕かが前方向にはね上がるんだよね。こう真正面向いて腕をこうなんていうの、前習いみたいなあるじゃないですか。前習いはギリできる、ギリできるけど、なんだ、左習いっていうのかな、分かんないけど、左腕をこう横に広げる動作はねもうできない、もう上がらない痛くて。後ろも、ちょっと待って、後ろも痛いわ、ダメだ。多分ね、前方向にしか、前も結構きつい、ちょっと痛いっちゃ痛いんだけど、ギリ前が上げられるレベルかな。やっぱり横とか後ろとかは無理だね。だいぶ痛いです。はい、しばらくね、何日間かは、数日は我慢しなきゃいけないと思うんですけど、はい、朝体操したりするときにね、ちょっと不便だったり、ちょっとバランスがねこう取りにくくなったりするんで、左腕がこううまく使えないとね。はい、あとは夜寝るときかな。夜寝るときに何ていうの、寝返りが打てないというか、そのこう仰向けで寝るじゃないですか。仰向けで寝て、で右肩を下にしてね、回復体とかって言いますけど、なんかそういうね、回復体はまた別かね。回復体も右の肩を下にして寝ることはできるんだけど、左肩を下にして回復体を取ることが、できない状態ですね。はい、もうとにかくなんかこう圧力がかかるようなこととか、実際に動かしたりとかっていうのがかなり厳しい状態にあります。はい、でこの痛みに関しては1回目もあったかな、2回目もあったんですよ。腕のね痛みはね、しばらくやっぱ続いたね。痛えって言いながら、やべえな、もうこれもう二度と腕上がらねえんじゃねえかって思ったけど、数日したら普通に動くようになったんで、はい、しばらく我慢かな。1週間も我慢すればね、多分普通に動くようになると思うんだけど、はい、そんなわけで、今回3回目のコロナワクチン、モデルナか、受けてみたんですけど、
特にこれといって熱が出たりとかっていうのはまあなかったということになるのかな。まだ24時間経ってないからね、ちょっと安心はできないんだけど、はい、うん、もしかしたらね、このあと熱が出たりとか、おかんに襲われたりとかっていう可能性もね、あるから。私今回初めてのモデルナなんで、うん、1回目2回目はファイザーだったかな、うん、で3回目がモデルナで、なんか聞いたんだけど、今回モデルナなんか半分の量しかないとかっていうの聞いたんだけど本当？はい、私の母親情報なんだけど本当かな。うん、なんか3回目かな、モデルナは半分の量でいいとかって言って、うん、なのでだからそれもあるのかな、もしかしたら副反応がちょっとこう弱いというか、うん、抑えられてるのはそういった理由のもあるのかもしれないね。はい、まあなんかうちはですね、母親と妹は、私以外はね、みんなね3回目ファイザーらしいんですよ。うん、ファイザーらしい。まあ、ファイザー製だからとかモデルナ社製だからって言って何が違うのかよくわかんないんだけど、私もねわかんないんだけど、まあ一応私だけがモデルナで、それ以外のみんなは、ファイザーらしい。うん、まだ打ってない家族もいるんだけどね。うん、まあどうなんだかな。でもね、一応その接種券届いた時に見たんですけど、今回の3回目全体なのかな、それとも青森県その ものなのか分かんないけど、ワクチン その割合的にはモデルナがほとんどらしくて、何割だったかな、7割だか8割ぐらいはモデルナで、残りが、ファイザーっていう風になってるらしいから、まあうちは、私がモデルナで残りがみんなファイザーみたいな感じで、まあ、割合的にはファイザーの方が多くなっているような感じだけど、まあでも全体で見たらやっぱりモデルナを受けてる人の方が多いんじゃないかなとは、うん、ただそのワクチンの、ね、数の割合で言うとそういうことになるんじゃないかなとは思いますけど、はい、まあ皆さんもね、うん、自分の受ける病院に確認してね、はい、まあ自分でそのモデルナがいいとかファイザーがいいとかっていう選択はできないと思うんだけど、うん、まあどちらでもいいとは思うんだけどね、うん、はい、私もその別に医療関係に詳しい人間じゃないので、はい、どちらがいいとか悪いとかは分かりませんけど、はい、まあ、今回は単純にモデルナの方がまあ数が多いということなんで、私はまあモデルナだったという感じですね。うん、で副反応は今のところは、うん、今7時もしくは8時になるけど、だから23時間22時間ぐらい経過した状態では、まあ、ほとんど副反応っていう副反応はないですね。うん、腕が痛いだけです。はい。どうなるね、副反応って1日経過してから出ることもあるのかな。聞いた話によると結構遅い、ね、時間差で出る人もいるとかいないとかっていうことも聞いたことあるので、うん、もしかしたら今日の午前中もしくは午後とかね、うん、出る可能性もねあるね。はい、まあ、もう少しねちょっと油断せずに、はい、ちょっと行きたいなと思ってます。はい、まあそんなところですかね。うん、あとそうだ、この話は全然まあ、全然ってわけじゃないか、一応コロナ関連のお話ではあるんだけど、一応ね今日見た新聞の、はい、うち新聞撮ってるんですけど、一応ね新聞、紙の新聞撮ってるんですけど、新聞の一面にね、まあ、コロナ関連のちょっととあるニュースが書いてあったんで、ちょっとそれについてお話ししようかなと思います。はい、ちょっとだけ、はい、30代40代の、青森県内の、自殺者の数が今めちゃくちゃ増えているそうです。はい、まあ理由としては、私もねちゃんと新聞の記事読んだわけじゃないので、あんまり
当てにしないっていうか、まあ、適当に聞いてほしいんだけど、どうやらそのコロナのせいで、まあ、経済困難に陥ってたりとか、あとはそのなんか孤立しちゃったりとかっていう人が増えているらしくて、まあ、青森県内の30代40代の自殺者っていうのが今すごい増えてるらしいです。はい、ちょっと調べてみようか。いや、そもそもがなんですけど、青森県はですね、自殺者の数が結構多いんじゃなかったっけな。私もね、今その今年29になるので、正直あんまりこう笑ってられないなって思って見てたんですけど、私はさ、まだそのね、それこそ母親とか妹とかね、家族が一緒にいるから、なんかなんとか生きていられるのかなっていう気もしていて、これですね、青森県内30代から40代の自殺者増、コロナ禍で孤立、経済困窮が影響かと。そう、自殺率がね、全国平均を超えてるんですよ、青森県は。結構多いんだよね、そもそもがね。なんだけど、そのコロナの影響でさらに30代40代の割合が増えていると。これまでは健康問題などを理由に比較的高齢の世代が多かったけど、30代40代が多くなってるのか。あ、でも、どうなん、減ってきてはいるのかな。なんかグラフを見たりするとね、まあ、全国平均よりは確かに多いね。っていうか2003年代とかめちゃくちゃ多いじゃん。なんかあったっけ、あの時。でもちょっとずつなんか減ってる感じではあるね。はい、ここ最近というか、その2000年、この私が見てるデータだと2003年からのデータになってますけど、2003年からはちょっとずつこう減少傾向にはあって、少しずつ全国平均に近づいてきているかな。まあ、全国平均に近づいたからいいってわけじゃないんだけど、はい、まあ、減ってきてはいるんじゃないかなとは思いますけどね。だいぶ実は平均も、全国平均に超えてはいますけど、まあ、同じかちょっと多いかぐらいなんで、なんか私のその青森県のちょっとしたなんかそういう自ら死を選ぶ人の割合が多いイメージがちょっとなんか改めなきゃいけないなと思いました。あれ、こんなに少なくなってたんだみたいな。私のイメージはやっぱり2003年ぐらいのイメージで、もう全国平均と比べてもとにかく多いっていう、ね、イメージだったんですけど、なるほどね。これもそうか。警察庁が15日に発表した2022年の3月16日の記事ですね、の統計によると、2021年、去年ですね、去年の青森県での、自殺者の数っていうのは前年度から35人増えて293人、男性が217人、女性76人。やっぱ男性多いね。多いっすね。人口10万人あたりの自殺者数、自殺死亡率は 23.7 人で、山梨県と同率の全国ワーストらしい。前年の自殺死亡率 20.8 人からの増加幅は 2.9 ポイントで全国で最大となった。まあね、青森県もいろいろそういう現状は分かってるからさ、そういう相談所、無料相談所みたいなね、相談できる場所をこう設けたりね、いろいろやってるみたいなんですけど、なるほど、去年か。まあコロナの影響がやっぱ大きいのかな。もともとが大きいから、さらにそこにこうね、コロナっていうものがこう加わってさらにって感じなのかな。
まあ、悲しいことですね。あんまり嬉しい、まあそれはもちろんあれだけど、なんか嬉しいニュースではないですというか、ランキングではないよね。うん、てか山梨県が青森県と同率で全国ワーストっていうのがびっくりなんだけど、山梨県ってそういう県、意外とね。青森県はですね、まあ、今日もそうなんだけど、あのとにかくね、曇ってる日が多いんだよね。うん、晴れてる日がそんなに多くないと個人的にはね思います。うん、ずっと住んできてね、なんか冬はずっと雪降ってたり、まあ、天気がカラッと晴れる日はそんなに多くないですね。うん、なんか春が来たと思ったらなんかすぐ夏になるでしょ。で夏になって夏がちょっとまああるで、で夏がちょっと終わって涼しくなってきたなって思うと、もう一気に結構冬っぽくなってきちゃうんで、うん、だからね、全国1年間通しても、ね、結構こうどんよりしてる日がね結構多いかなと思うんですけど、やっぱそういうね、やっぱ天気の影響とか、曇りになるとやっぱちょっと気分落ち込むじゃないですか、なんかさね。うん、やっぱそういうなんか地域 特有の何かがあるんじゃないかなとは思うけどね。うん、なんか沖縄とかがさ、そのこうなんか楽観的な人が多いとかさね言われたりするけど、楽観的でなんかなんだろうね、なんくるないさーみたいな、なんとかなるさーみたいなさそういう性格の人が多いっていうのは、やっぱりそのね、1年間通してやっぱ あったかくてこう光が多かったりするのもあるんじゃないかなとは思ったりしますね。うん、まあ、ただそれで言うと北海道がそういう方でもないのに青森県がなんでってなると思うんだけどね。うん、はい、まあ、そんな、自殺者が多い青森県ですけど、はい、うん、まあ、私も来年で30歳になるので、ちょっとね、うん、気をつけないといけないね。私も結構ありますよ、でもなんか気分が落ち込んじゃう日とかね。うん、あんまりクドラジではそんなこうポン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 言ったりはしてないですけど、うん、たまにありますよ。なんかもうどうしようもなく、なんだろうな、やる気が起きない、まあ、この前もやる気が起きない日ありましたけど、うん、なんかもうどうでもいいやみたいな風になっちゃう日ね、たまにあるんだよね。うん、なんかわかんないんだけどね、なんかわかんないんだけどあるんだよ、そういう日が。なんか何もやる気起きなくて、なんかどうでもいいことばっか考えちゃうんだよね、うん、自分って生きてる意味あんのかなとかさ、今後なんかうまくなんかやっていけるのかなとかね、こんな状態がずっと続いていいのかなとかさ、なんかいろいろ考えちゃうんだけど、うん、ただ1日経つので意外とまたすんなって普通にゲームしたりアニメ見たりしてるんだけど、うん、たまにそういうアニメとかも 見たくないなっていう気分になったりする日がありますね。はい、うん、はい、というわけで、まあ、ちょっとね、朝から、まあ、コロナのね、はい、ワクチンによる副反応のお話と、まあ、ちょっと朝からね、その、自殺率が、青森県の自殺率が多いとか、30代、40代の自殺者が結構増えてるっていう話をしましたけど、はい。まあ、あまり深く考えずにというか、なんだろうね、相談できる人がいるなら、やっぱり、絶対相談した方がいいなと思うし、うん、吐き出した方がいいなと思うね。うん、とにかく自分の、なんだろう、自分だけで解決しようとするというか、自分の心の中だけにこう閉じ込めてしまうと、それがこう爆発してその自殺とかに及んでしまうっていうことがあるんじゃないかなと思うので、うん、家族、私みたいにね、その家族が一緒に住んでる方とかであれば、まあ、絶対家族とかには相談した方が、うん、まあ、家族に相談しづらいんだったら、それこそそういうね、県とか市でやってるような、なんか相談所というかね、はい、話聞いてくれる人いると思うので、そういったところに相談してみるとか、うん、別にそのなんだろうね、なんか
死にたいって思うことは別に悪いことじゃないとは思うし、誰でもね一度くらいはあると思うんだよね、それくらい。うん、なのであんまりこう、うん、なんか自分を追い込まずにね、はい、まあみんなそういったことあるんだなっていうぐらいで、自分なんかね、なんだろうね、あ、自分今その、あ、自殺したい気分になってるなってちょっと俯瞰で見るっていうのもありかもしれないね。うん、私たまにやるんです、やるっていうか思ったりするんだけど、あ、今日気分、あ、今日気分悪いわみたいな、今日一日はもう、あ、そういう日かみたいな感じで、うん、なんだろうね、わかんないんだけど、ふと訪れるからさ、ふと訪れて、あ、今日はそういう日だね、なるほど、じゃあ無理に何かしようとはしないでおこうかなみたいな、うん、感じで、本当にもうじゃあ好きなことだけやろうみたいなね、はい、感じにすると、まあ、少しは楽になるのかなっていう気はしますね。なんかその死にたい死にたいとか、あの、もうどうでもいいっていう気分にこうズン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 入っていっちゃうと抜け出せなくなっちゃうんで、それを一旦こうなんか俯瞰してみるみたいな、うん、感じにすると意外となんかね、自分を俯瞰してみるみたいなね、ことができたりするんじゃないかな。はい、もしくはまあだから誰かに話を聞いてもらう、うん、第三者の意見を、まあ、意見もらわなくてもとにかく聞いてもらうだけでもね、はい、いいと思うので、はい、本当でもこのクドラジはね、私のだからストレスの吐き口みたいな部分でもあるんだけどね、はい、たまにね愚痴っぽい話もしますし、うん、この前の郵便局の話とかね、はい、手数料なんで払わなきゃいけねえんだよみたいな、ね、話とか、はい、まあポッドキャストにすると、まあ、誰かしらがね、はい、まあ、聞いてくれてるということなんで、うん、リアルタイムでこう話を聞いてくれてるわけではないけど、収録してネットに流すことで、まあ、誰かしらが聞いてくれてるっていうのを思うだけでもなんかちょっと安心するっていうところもあったりすると思うので、まあポッドキャストとかね、そういうところに発信してみるっていうのも、うん、まあ度が過ぎるとあれですけど、なんかね、あのツイッターとかでなんか病んでるみたいなねこと言われかねないですけど、まあ度を過ぎない程度にそういったこともやってみるのも、まあ、ありなんじゃないかなとは思いますね。はい、というわけで、じゃあ、まあ、すぐ終わるって言ってからちょっと20分以上喋っちゃいましたけど、はい、今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。はい、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。